あなたと世界中の道を楽しむメルダシオ教会より。レイブス将軍はルシス国内の視察を終え、今日レスタルムを出発しました。引き続き国内各地の基地には帝国のルシス駐屯軍がとどまり、安全上の理由による地域間の移動に対しての制限や各地方の治安の維持に努めるとしています。イチネリス工業です。帝国軍は昨日ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。水神の存在はやはり我々神話創世記でしか馴染みがありません。それは私もそうですよ。生きてる人間誰も水神を見たことないでしょう。ただ巨神の霊がありますから、目を覚ますとしたらと想像が必要です。水神は気性が荒いことで有名ですからね。神話の上じゃ人間が嫌いだともある。カーティスの大皿の崩壊に相当する何かがオルティシエでも起きるのでしょうか。あなたと世界中の、こんにちは、ケニでは左腕は完全に義手となっているということなんですね。ああ、その通り。義手自体は治療で帝国へ戻った時作られたんでしょう。帝国が口にする魔導の力というのは古代文明で使われた動力を指します。その機構が将軍の義手にも使われていると見ています。つまりは見栄えだけのものではなく、義手に特別な力が仕込まれているということですね。メルダシオ教会よりお知らせです。メルダシオ教会では今ハンターを募集しています。腕に自信のある方、社会のために力を振るってみませんか。その剣は調印式の襲撃事件よりも前に和平の証としてレギス陛下から賜ったもので、襲撃事件の中で得たものではないと強調しました。停戦協定が白紙に戻ったことで、レイブス将軍の持つ剣について一部では陛下の殺害時に奪われたものであると見る声も聞かれていましたが、この発表によりそれらの可能性は否定されました。イチネリス工業です。こんにちは、ケニ。あなたと旅の宿はお決まりですか。ダスカ地方でこれまで続いてた局所的な大雨ですが、先日の雨を境に異常気象は収まりました。お日様が恋しかった人も一安心ですね。その後天気は落ち着いていますが、落ち着いたってことはまた寝ちゃったんでしょうか。僕、次に何かあるのはオルティシエの水神なんて思ったりしてます。当たるかな。あなたと世界、旅の宿はお決まり。あなたと世界、メルダシオ教会より旅の宿はお決まり。こんにちは、ケ。あなたと世界中の道を楽しみたい。車の快適性を彩るコルニクスのオイルお求め。男の子がさ、おじいちゃんって。あ、かわいそう。出てきた帝国人がまたいやらしそうな男でさ。最近地震多いけど、この辺の岩は崩れてこないよな。
ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。買い物でもするか。うん、行こう。ノクトも来てよ。ベルダッシオ教会よりお知らせです。ベルダッシオ教会では今ハンターを募集しています。腕に自信のある。いらっしゃい。どうも。ありがとうさん。行くぞ。グラディオ、行こうよ。おうよ。当然。さっさと先に行こうぜ。気持ちいいな。昼寝でもしてえな。
どうもね。無事で何よりだ。アンさん方は何が好きだったかな。最近は野獣に死骸にいろいろ物騒でね。助かるよ。気合い見せてやんな。お兄ちゃん、一本食っていきな。ああ。どう、いける？うん、うまい。だろう。次からひいきにしてくれよな。帝国軍がまた基地を飛ばしてた。